の名前を叫んでください。はい、準備よろしいですか。さあそれでは皆様お待ちかね、 AKB48 チームメイトの皆さんです。どうぞお越しください。岡部凛さん、小田恵里奈さん、吉川七瀬さん、高橋彩音さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。バレンばかりの完成でございます。完成ですね。ありがとうございます。さあそれではですね、はい、皆さん一人ずつ自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、AKB48 チームメイト茨城県代表の岡部凛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、 AKB48 チームメイト神奈川県代表の小田恵里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、AKB48 チームメイト千葉県代表の吉川七瀬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、埼玉県代表の高橋彩音です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、なんかこれを聞きに今日来たみたいなとこありますね。実際ありますね。生で聞けて本当に嬉しい。ありがとうございます。満足感がすごいですね。一体感がもすでに生まれておりますが、はい、今回はですね AKB48 チーム8スペシャルステージということで、はい、アイドルグループ AKB48 チーム8のですね中でもゲーム好きなメンバーにお越しいただいております。はい、ちなみに皆さんどのようなゲームをプレイするか教えていただいてもよろしいですか。うん、私は、はい、動物の森を。動物の森。かわいい。いいですね。私はポケモンが大好きで小学校の頃からよくしてました。おお、 RPG 王道ですね。私はマリオカートが好きで、はい、よく家族と一緒に対戦してます。曲がるとき傾けちゃうタイプ。一緒にハンドル傾けちゃうタイプですね。そして、はい、あ、私は太鼓の達人をずっと昔からやってます。ちょっと意外。すごい。皆さん綺麗にジャンルをねバラバラで遊ばれているということで、そう、小さな体からのパワフルなあれができるのかというね。どんどん蚊が出るわけですから ね、 ね、はい、素晴らしい。めちゃくちゃ素晴らしいですね。はい、さあそしてですね結構その PC ゲームを今日遊んでいただくんですけども、はいはい、実際にパソコンでゲームってやったことありますか。はい、あります。あります。おお、はい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 。M でマップ開けると、はい、ではゲーム始まったようですのでゲーム画面もお願いいたします。ロビーロッチで、でどこに行けば。右の方にロンリーロッチっていう場所があると思うんですけど、そこに。ロンリーなんですか。あ、ピンクのところに向かえばいいんですね。ピンクのピンが立ってるところかな。スペースで降りれます。スペース。めっちゃ遠いな。いいですね、これなんかね、あの、ういういしい感じがね、フォートナイト1週間ですから。はい、温かく見守ってください。お願いします。絶対あのピンクに行くまでに落ちちゃうんですけど。あ、グライダーってどうやって開くんですか。おお、いい感じです、いい感じです。頑張れ。手からなんか出てますけど。あ、すごい、はい、燃えてる。おお、さあ、今2人でですねロンリーロッジという、ま、島の端側にあるので比較的その敵とこう当たらないような光線がないような、ま、過渡地に落ちていきます。フォートナイトはですね、まずは武器を取り、そして資材を集めて実際に100人この無人島に飛び降りて最後の1人になるまで戦うというゲームです。今回はデュオモードですので 2×50 チームが今この地に降り立っております。はい、これ視点がゼラールさんの視点で上向いてください。リンさんがその後ろからめちゃくちゃ距離を置きながらですね、追いかけてきてくれております。空の彼方ですね。とりあえず敵はいなそうですね。はい、すごい。これでわかるんですね、敵がいないとか。すごい。さあ今これはですね、あのこの速度でアイテム集められてるあの案の定ですけど、ゼラールさんでございます。グイ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 、はい、早い早い、すごい。でも見てて気持ちいい、ね、この時点で。これ今ゼラールさんがねお手本を見せてくれてますね。おー、資材をゼラールさんの上についた。うんうんうん。おお、宝箱。お、全回復するアイテムをゲットしたので、はい、あげます。お、ありがとうございます。優しい。リンさんが全回復。体力の概念もありまして、体力は100なんですけども、シールドを100つけることによって200まで体力を持つことができます。ちょっと飲みっぷり見たいですね、リンさんの。あの樽をですね飲んでいただいた視点をゼラールさん見せて。こっち側壁をちょっと作ってきたんで、お、移動しましょう、ストームの方に。はい、いやもう七瀬さんも敵見つけたら教えてあげてくださいね、後ろからね。こっから来るみたいなね、報告してあげてください。まだ撃たれてます、目の前いますね。これ逆サイド、危ない危ない、目の前にいる。怖い怖い。さ
ガソリンスタンドの中にはどうやら敵がいたようです。お上ですね、上ですね、ガソリンスタンドの上、上、すごい建築を建てて、向こうも建築してる、向かって、すごい、怖い、怖い、怖い、どこ、怖いよ、後ろ、いやだ、前か、怖い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 、さあこれストーム迫ってきてるんで、あっちに行きたいんですけど、なかなか行かせてくれないです。ストームが迫ってきてる、逃げて逃げて、リンちゃん、リンちゃん、リンちゃん、もう逃げましょう、リンちゃん、リンちゃん、りんちゃん逃げて、もう四方八方から、やべやべやべ、なんか中に収めてくれてる、俺は意地でも復活させます。あ挟まれてました、申し訳ない、めっちゃ強そう、すごい強、かっこいい、姿マントもつけてますね、建築早くない、この人すごい、すごい、いや強いさあということで、リさんやっていただきましたけども、いかがでしたか。あでも この今まで自分で練習してた中でも結構生き残れた方です。これそうですね、もっと早くやられちゃってたので、はい、心臓ドキドキするなこれ。いやさあ寺田さん、はい、デモプレイしていただきましたけども、はい、今このプレイを見て、次のステップに進むためにどんなことをアドバイスしましょうか。そうですね、とりあえずやっぱり壁を張るっていうことはやっぱり重要になってくるんで、壁を張る、はい、はい、建築のキーを覚えるってことか、なるほどなるほど、最初のスタート地点だと思います。建築のキーというのは何、具体的に何キーですか。初キーで言うと Q とかでしたっけ。初期で言うと、はい、ファンクションキーとかが初キーの設定だと思います。あファンクションキーを押すと比較的、はい、はい、壁を作れるということでございます。さあこれで今プログラムが終了してしまいましたけども、はい、はい、どうでした、実際にゲームしてみて。お客さんの、ね、前でゲームする多分初めての方もいますし、そうですね、なかなかこういうイベントでやることなかったの で少し、ね、前体験されてたもねあったかもしれませんが、はい、はい、まあ、実際にゲームプレイいただいて、なんかこうゲーミング PC 欲しいとかね思って、うん、くれたりもしてくれたんじゃないですか、うん、実際ね、はい、もちろんソロでやるとね、あのキーボードの操作もだんだん、ね、慣れてきてたりしましたからね、こっちでやりたいですね。私スマートフォンの方でやってたので、こっちの方が画面も大きいしやりやすいなと思って、はい、あ PC で、はい、やりたいですね、はい、なんかお家に PC ゲーミング PC とかあります。ないんですよ、ないない、買うところからやらないと、あみんなないないですよ、あマジか、だから欲しいです、ね、欲しい、欲しい、これは欲しい、これは欲しい、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 今レノボのですねスタッフさん、業務連絡です。 AKB48 の4名の皆さん、ゲーミング PC 欲しいって言ってるんですけど、住所はですね、どうですか、茨城県、ちょいちょいちょい、どうですかね、どうでしょう、どうでしょう、今あ偉い方がですね、多分今社長に電話しようとしてくれて今確認を取る、確認を取る、一旦マイクを落としますね、ごめんなさい。お、なんだ、いや欲しいね、欲しい、本当楽しかったもんね、今日人生変わっちゃうんじゃないか、いや本当に、本当に、これはもう、ね、もらうしか、ね、毎日やる、うん、毎日やる、うん、もうボロボロになるまでやる、うん、ね、やる、ショールームでやりながらさ、うん、ちょっとみんなで、ね、配信したら本気の身内が入りまして、でですね、まず、はい、マーケティングの本部長の方がこの場にいらっしゃって、でその越智さんという方がですね、はい、あのデビット社長に、はい、ちょっと一旦電話しますと、台本上出すと、欲しいですよねからこうファンを煽ってくださいみたいな書いてあったんですけど、うん、一旦あのガチで確認していただけるってことなので、ちょっとじゃあ進行をさせていただいて確認をします。じゃあ、実際にプレイいただきましたけども、はい、一番近くにあれです、建設とかあんまりできなかったけど、でも本当にすごいみんなとできたし、すごい楽しかったです、はい、いやー最高だよー、すいません、逆にすいません、いやいや、ありがとうございます、はい、はい、七瀬さんいかがでしたか。はい、私もやっぱりこうやる回数が増えるごとにすごく楽しくなって、はい、いろんな、うん、いろんな情報を教えてもらいながらやると自分もどんどんなんかレベルもアップしていくような気がして、はい、うん、もうそうですね、この2019年というかもう令和の年はゲームの
年にして、これからももっと皆さんとまたこうやってゲームショーに出演できるように鍛えておきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。朝方ねフォートナイトやったらもしかしたら会えるかもしれないですね。はい、そして続きまして、はい、小田です。はい、私は、はい、あ、私は、私は、まだ本当初心者なので全然できなくて、今日は本当に何もできなかったんですけど、これからまたいっぱい練習して、はい、もっと上手くなって、うん、またみんなで対戦できる日を楽しみに、はい、頑張りたいと思います。はい、今ね配信の皆さんもねこっちのカメラで撮ってますからね、目線をね、はい、ぜひともお願いいたします。ありがとうございます。はい、さあそして、あ、はい、はい、リンさんいかがでしたか。そうですね、今回のイベントとこのプレーで人生はもう一人じゃ生きていけないんだなって、みんなで協力していけないとなって行かないといけないんだなっていうことを、はいはい、改めてフォートナイトから学ばさせていただいたので、はい、はい、フォートナイトガチ勢で頑張りたいと思います。いや、人生を問うフォートナイトということで、はい、フォートナイトから学びました、はい、ありがとうございます。そしてちょっとサポート役で、はい、はい、あ、なるほどなるほど、お顔もこっちに欲しいということで、はい、はい、でね、今回大きい後ろの方が見れるように画面があるんですけども、この画面のカメラがここにあるので、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、嬉しい、で、あの皆さん多分パソコンのことあんまりわからないかもしれないんで、はい、できればちょっと商品のことをお話をさせていただきたいなと思ってまして、はいはいはい、ちょっとあのうちの商品を、全部見てるですね、藤井の方からちょっとお話をさせてもらいたいなと思ってます。はい、製品担当します藤井でございます。こちらのモデルですね、アイデアパッド L340 ゲーミングというゲーミングノート PC になります。 15.6 インチの液晶を持ってまして、 i7、GTX の1650というですね、ゲームをやるには十分のスペックの PC となっております。今プレイいただいたのはデスクトップなんですけれども、実は同じスペックがこのノート PC に搭載されているという大変優れたモデルになっております。そしてですね、ここでお伝えしたいのは AKB の皆さんとぜひですね、はいはい、同じモデルを使ってみたいという方はですね、このアイデアパッド L340 ゲーミングをお買い求めいただきたいと、絶賛ですね、全国の家電量販店で販売しておりますので、ぜひ一度触ってみていただければと思います。以上でございます。なるほどな、うまい、やり方がうまいな。お揃いにしましょう、皆さん。お揃いにしましょう。覚えました。L340 です。はい、L340 だそうですので、はい、覚えていただければと思います。頑張んなきゃ。いやでもこれチーム皆さんで8キルという宿題が出ましたので、はい、なんかね配信とかで動画とかでね、うん、そうですね、もし、はい、撮った時は。はい、ぜひともお知らせいただければと思います。頑張ります。言わずもながらですけどね、皆さんフォローしていただきまして、皆さんのことをね、はい、ぜひね、レノボのツイッターのアカウントなどもフォローいただきますと幸いでございます。